作った歌、みんなが聞いてもちょっとピンとこないところもあると思いますけれども、まあ、僕はその台湾人のハーフになるんですけど、いわゆる、まあ、ハーフです。おじいちゃんおばあちゃんは台湾の人です。お父さんは台湾の血がフルで流れてます。ああ、そっかそっか。でお母さんは私は沖縄の人ですからね、ハーフになりますね。まあ、僕は自覚はあんまりなかったんですけど、小さい頃やっぱお父さん世代はいじめがたくさんあったみたいですよ。うん、なんかそういう意味も込めて、まあ、僕は、まあ、もう、まあ、日本人ですよ。もう生まれも心の中も日本人ですけども、こうやって台湾の血が流れてる、まあ、いわゆるおばあちゃんの血ですよ。この最強のおばあちゃんの血が流れてるっていう、まあ、そういうこと、いろんなものを最近なんか知ることができて、で自分のアイデンティティのあり方とか考え方もだいぶ考えさせられましたし、うん、まあでも俺は自分のできることをやっていこうかなって、うん、でおばあちゃんの歌を作りましたので、最後に、ちょっと時間も押してるんですけど、一曲歌って帰りたいと思います。タイトルが玉の花ですね。玉の花、聞いてください。玉の花。ありがとうございました。